佐々木さやか、1981年1月18日隊は、日本の政治家、弁護士、公明党所属の参議院議員、元文部科学大臣政務官、公明党 AV、出演教養問題対策プロジェクトチームの座長、1981年に、青森県八戸市に生まれる。佐々木が生まれた、当初の実家は貧しく、粗末な家だった。 両親は共働きだった。父親が転勤族だったため、茨城県、山形県米沢市、岩手県釜石市を経て、小学校4年で八戸市に戻り、青森県立八戸北高等学校を卒業まで八戸市で暮らした。八戸市の小学校に転校後はクラスになじめず、数ヶ月間学校に登校できない時期もあったが、後に学級委員に選ばれる。 天校とともに始めたバスケットボールは中学時代まで続けた。創価大学法学部に進学後は国際連合研究会という学術系のクラブ団体に所属、活動し国際政治や民主主義に興味を持つようになる。入学後の夏にはカールトン大学で1ヶ月間の語学研修を受けた。2003年に創価大学法学部を卒業後、 創価大学法科大学院に帰制として入学する。2006年、創価大学法科大学院を修了し、司法試験に合格する。2007年、横浜弁護士会に弁護士登録。所属した法律事務所では、離婚や相続問題をはじめとして、数百件に上る案件を手掛けた。違法な闇金融業者から、てめえ、 この野郎と同活された際は、あなたがしていることは、犯罪です。と切り返した。2011年の東日本大震災発生後、釜石市で開かれた法律相談会のボランティアに弁護士として参加し、既存の法律では解決できない問題に直面したことから、政治の道を志す。2013年7月、公明党副代表、松明の後継として、 神奈川県選挙区から第23回参議院議員、通常選挙に公明党公認で立候補し、3位で初当選した。松からの若い女性がいい。できれば見た目が麗しい人という後継者希望を受けた党関係者によって白羽の矢が立ったという。公明党は2016年12月、AV 出演共用問題対策プロジェクトチームを設置した。 佐々木は座長に就任した。佐々木自身が11月上旬、党幹部に PT を立ち上げたいと、自家談判、人選も、自ら言った。2017年6月14日、組織的な犯罪の処罰及び、犯罪収益の規制等に関する、法律等の一部を改正する、法律案の参議院本会議における採決に先立ち、法務大臣、 金田勝利への問責決議案に対して反対討論を行った。反対討論では、金田法務大臣は昨年8月に大臣に就任して以来誠実かつ真摯な答弁を行うなど国民のために尽くしてこられました。本法案では犯罪主体について組織的犯罪集団に限定されている以上、これと関わりのない一般の方々に 犯罪の権威が発生する余地はなく、捜査の対象となることは考えられません。この法案を、共謀罪と呼び、現代の治安維持法、一億相関視社会などと、偏った認識をもとにした発言や、事実に基づかないプロパガンダで国民を欺くことが、断じて許されるわけではありませんなどと述べた。佐々木の発言を受けて、ジャーナリストの田原総一郎は、あれは皮肉にしか思えないね。 あれが皮肉じゃなかったら本人はバカだよと批評している。2019年7月の第25回参議院議員、通常選挙に公明党公認で神奈川県選挙区から立候補し、3位で再選。2019年9月13日、第4次安倍第二次改造内閣で文部科学大臣政務官に就任。2020年5月15日から6月17日まで。 出産のためにサインを欠席した。ありがとうございます。